どうもこんにちは、お芋大好きお芋野郎ヒロです。今日はホックホックのお芋をパイ生地で包んだお菓子スイートポテトパイです。では早速作っていきましょう。まずはさつまいもの下処理からやっていきます。皮を剥いたら輪切りにしていきます。苦味、えぐみを抜くためにアク抜きをしていきます。さつまいも硬いんで気をつけてくださいね。この危なっかしい手つきみたいに手を切らないでください。輪切りにしたら10分から15分くらいを目安に水につけておきます。しばらく経つと水が濁るのでその水を捨てて煮ていきます。では柔らかくなるまで煮ていきます。だいたい5分から7分くらい茹でれば問題ないです。竹串でスーッと通れば OK です。少し水を切ったらこの後網でこしていきますが、この時フォークなので細かくしておきます。ある程度細かくなったらこしていきます。このこし器100均で買ったやつなんですけど、芋をこすにはもう耐久性が弱くてめちゃめちゃ時間かかりました。ここからはもう混ぜるだけ。このタイミングでパイシートを解凍しておきましょう。パイ生地は乾燥しやすいので必ずラップをしておきましょう。では生地を仕込んでいきます。常温に戻したバターを入れます。ここで溶けなければ軽くレンジにかけて溶かしてください。混ざれば OK です。そこにグラニュー糖を入れて混ぜていきます。卵黄も入れます。混ざったら OK です。今回もテクニックいらずの簡単レシピになっております。最後に生クリームを入れて混ぜていきます。2回に分けて入れます。最初は3分の1の生クリームを入れて混ぜます。その後混ざったら残り全部入れていきます。これでダマになりにくい生地になりますよ。ちなみにパイで包まずそのまま鉄板の上で焼いたらいわゆるスイートポテトになりますよ。少し水分量が多い配合になっているので絞って焼くのがいいと思います。今回はパイに包んで焼くので、次はパイ生地の準備をしていきます。ナイフかカードで1枚になっている生地を4等分にします。ここはお好みの形にアレンジしてみてください。あとはもう包むだけです。先ほど作ったスイートポテトを乗せていきます。たくさん包みたいところですが、気持ち少なめにしてくださいね。入れすぎると生地が包めなくなってしまいます。乗せたら接着の溝をつけて挟んでいきます。もう餃子っすね、餃子。最後にフォークで閉じ目を作っていきます。包んだら一旦お皿にのせてラップをして冷蔵庫で休ませます。その間に焼く前に生地に塗る卵と焼き上がった後に塗るシロップを作っていきます。シロップの作り方は、水と砂糖を耐熱ボウルに入れてレンジで10秒から20秒、レンジに入れたらよく混ぜて溶かしておいてください。塗り卵は卵黄に水を入れて混ぜるだけです。十分に生地が休まったので焼いていきます。その前にオーブンは予熱しておきましょう。今回生地に黒ごまをつけるので片方に塗り卵をつけます。そしたらごまをつけます。お芋と黒ごまの風味が相性抜群、なおかつ仕上がりの見た目も良くなるので、ぜひやってみてください。ごまがついたら残りの塗ってない部分にも塗っていきます。
2回くらい重ねて塗ると綺麗に焼き色がつくのでおすすめですよ。では焼いていきましょう。